ガバントスラジオ始まります。よろしくお願いします。お願いします。このチャンネルはサガントスガンバ大阪の試合のプレビュー、レビュー、チームや選手の情報などについて語っていきます。サポーターの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回のテーマは J リーグ移籍情報サガン鳥栖編その2。よいしょ。というわけで、前回、移籍情報をまとめた動画を上げさせてもらったんですけれども、あれからまたいろいろちょっと情報が更新されましたので、前回話せてない内容以降の情報、サガン鳥栖に関する移籍情報をまとめさせてもらいましょう。はい。というわけで、鳥栖サポーターのタッケさんにまたいろいろと喋ってもらおうかなと思うんですけれども、まあまたいろいろ人事が動いてますけれども、まあグッドニュース、バッドニュース、どっちからいきましょうかね。いやー、これはもう、新年始まったっていうことで、いいニュースからいこう。はい、そういうことですね。うん。じゃあ、まあまずはね、新加入の選手がいろいろ発表されまして、僕の方でまずざっと言っていきますね。はい。徳島ヴォルティスからジエゴ選手完全移籍。同じく徳島ヴォルティスから、まあ、鹿島アントラーズからの期限付き移籍ですね。柿田選手。同じく徳島から、川崎から期限付き移籍の宮代選手ですね。はい、あとはセレッソ大阪から西川潤選手が期限付き移籍、そして、ガンバから小野裕二選手が復帰完全移籍ということで、約5名の選手の新加入リリースが発表になりました。はい。どうですか。いやいやいや、もう聞いただけでも、とにかく去年の徳島からめちゃくちゃ来てるっていうところがね。そうですね。いや、徳島もね、去年かなり、まあ、ギリギリで降格っていうことで、うんうんうん、だから監督もね、残るし、はいはい、やっぱ評価も高かったじゃないですか、周りからの。うんうんうん、結構ね、対戦した選手が SNS で徳島は降格してほしくないみたいな発信したりみたいな。ああ、あったね、なんか、うん。っていうのでね、多分そのままのチーム状況でいけば、まあ、J2、かなり厳しい戦いですけど、まあ、すぐ戻ってこれるんじゃないかと思ってたんですけど、はい、やっぱり結構ね、選手の方が抜けちゃいましたね。ここで一気にね、トスに3人行くっていうところで、まあ、まずジエゴ選手、左サイドバック即戦力っていうところだと思うんですけど、いや本当にジエゴ選手は、はい、3人ともまず即戦力じゃないですか。去年 J1 でやってるっていうところもあるし、まあね、しかもその監督のね、カラー的にもボールをなんていうんですか、自分らで保持してサッカーしようっていうところがあったと思うんで、うん、まあ、そういうベースもね、結構生きてくるんじゃないかなと。なるほどね。いや、まあ、秋田選手なんかは、うん、あれですよね、なんかもう鹿島に戻るんじゃないかなって思ってたんですけど、もう得点源としてめちゃくちゃ期待できますね、これは。いや本当にあのレベルの選手をまたレンタルできんねんな、鹿島すごいな。確かにね、そういう捉え方すれば確かにだいぶ余裕あるね。まあ鳥栖はね、この間お話したように範吉選手と山下選手っていう、まあ、ちょっと大きいねポストプレーというか、そういう選手が2人一気に抜けたんですけど、これ柿田選手も結構身長もありますし、いいんじゃないですか。相当期待できるよね。得点もまあ取れるし、収まるし。うんうんうん、うん。これほんまに
なんかもういろんなところから期待の選手が入ってきたって感じで。いいっすね。宮代選手も川崎からレンタルということで、めちゃくちゃ期待できますね、彼も。うん、まあ本当にね、メンバーが相当変わる中で、もう去年とはまた別の新しいサガン鳥栖、どうなるんだろうっていう楽しみはありますよね。うん。またまたね、しかも、これもアトスサポーター皆さん喜んでるのかな、小野裕二選手が復活ということで。はい、いやこれは相当喜んでるよ、まあ、俺は。ああやっぱそう、いや相当喜んでる。まずそもそもガンバから満了、契約満了のねリースがあった時点で、うん、小野裕二戻ってきてくれんかなみたいな。ああなるほどね、ちらほらあったと思うんですけど、うん、ただやっぱね、はいはいはい、ちょっと契約満了でね、フリーで移籍っていうのもあるけど、てかそれを考慮しても、うん、やっぱなかなかね、ちょっとやっぱ小野裕二選手、稼働率がね。まあね、ちょっと怪我が、怪我ちゃうね、そうですね。で、まあ、実績でも十分じゃないですか。うん。だから結構給料も高いんかな、みたいなって。はいはいはい、なんかそれはねサポーターの心情的にはめちゃくちゃ帰ってきてほしいけど、うん、あんま現実的じゃないなみたいな僕は思ってたんですよ。クラブ経営的にね。ただここを取ると、いやまたこれはでも本当にね、ガンバのサポーターも嬉しいですし、正直まあね、トスから取っといてなんやけど。またエキスタで暴れてくれる小野裕二選手見れるっていうのは本当に嬉しいことですよ。いや本当にそのやっぱプレーもそうやし、それ以上に精神的なねところ、気持ち見せてみんなをね引っ張っていってくれるような感じがあるじゃないですか。いやこれでもあれですかね、ほんま今年のサガン鳥栖の補強を見てると、まあ、小野裕二もそうですし、福田選手、藤田選手ということで、鳥栖のかつてユニフォームを着てた選手がカムバックしてるっていうのは、結構嬉しいんじゃないですか、サポーター、本当。いや、なんか、なかなかないんじゃない？こんな一気に戻ってくるのって。いや、なかなかないよね。うん。いや、このね、苦しいというか、まあいろいろいろんな選手が出ていってちょっと落ち込んでる中、うん、かつてのね鳥栖の選手がみんな戻ってくると、みんなは言い過ぎやけど、いやまあ鳥栖の魂というかそういうのを知ってる選手プラス若いね、まあ期限付きで加わる選手たちがどう融合して新しいチームになっていくかっていうのはちょっと楽しみですけどね。すごい、いや本当にもう監督も変わり楽しみですよ、うん、いろいろ。まあ今言ったね新加入の選手もそうですし、あとは公式でねいろいろ契約更新みたいなリリースもいろいろ出てるのが、島川選手、本田選手、小泉選手、飯野選手、ファンソッコ選手に加えて、岩崎選手もレンタル延長ということが決まりましたね。決まりました。いやいいの残ったね。いいの残ったね。これは嬉しい。いやしかもその契約更新リリースめちゃくちゃ連続できたからさ。ああ。いやもう追いかけるのでちょっと大変やと。結構チームによってあれやもんな、なんか契約更新はなんかリリースするチームとせえへんチームあるからな。ガンバが出せへんねんな、更新を。うん、更新は出せへんな、俺らは。俺ら我らは。まあ、ファンソッコ選手、飯野選手に関してはね、ちょっと移籍するっていう噂が出てたりしたんで、
まあ心配してましたけど、はい、まあただあと一人パクイルビがね、あパクがまだなんかそうリリースされてなくて、ここ一番心配してるよ多分サポーターは。ああ、まあ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 十二分にね J1 のチームから声をかかる実力は持ってますし、逆にトスは何としても死守したいでしょうね。いや本当にそうでしょう。なるほどね、パックか。まあゴールキーパー今大事だからな、ほんま。うん。あとはそこの契約更新リースがあればもう開幕を待つのみというところで、まあファンソック選手も残ってね、エドアルド選手も残ってるっていうところで、まあ守備はね、なんか、まあ E の選手もそうですし、まあ中野慎也選手もいますし、まあなんかメンバーある程度去年からの継続でいてくれる選手もいるんで、去年の戦いをベースにプラスアルファのサッカーができたらいいんじゃないですか。うん、そうやね。まあ監督変わってるからね、どこまで前を引き継ぐかはちょっと未知数ですけど、うん、まあでもできるだけね引き継い、いいところは引き継いでもらって、はい、まあ、しかも後ろ結構ベテラン多いし、中盤も帰ってきた選手ベテラン多いし、うん、そうやな、しっかりして最後アタッカーは若手の息みたいな、はい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 、めっちゃ楽しみやん。いやいやいや、もう新年早々ね、あの明るい話題をこうやって喋ってると、来年じゃ今年か、今年のシーズンもすごい楽しみですけど、うん、まあちょっとね、グッドニュースいろいろお伝えさせてもらいましたが、まあちょっとね残念ながらトスを来年離れると決断した選手もちょっと紹介しておきましょうか。そうですね。まずまあ先日我々が収録した後すぐにリリースされました樋口選手がまず鹿島アントラーズに完全移籍と、はい、まあ、あとは一気に言っちゃいますね、うん、大畑選手が浦和レッズに完全移籍、うん、で、白崎選手が清水エスパルスに完全移籍んで、内田優斗選手がベガルタ仙台に完全移籍、うん、で松本選手が金沢に期限付き移籍で、小山津選手ですねが柏レイソルに完全移籍ということで、まあ昨シーズンの主力選手のねリリースもいろいろ出ましたけれども、この辺はどうですか。いや樋口大畑に関してはね去年主力でやってて、うん、まあ当然できることならトスでね見たかったですけど、はいはいはい、まあ、また樋口とかはね、今回の藤田選手とか福田選手みたいに帰ってきてくれたらいいですけどね。いやー10番が帰ってくるっていうのはまた熱いっすねそれは、ね、清水なんかはあれじゃない、白崎選手は10番が帰ってきた感じやな多分。あ、そうなんや。そうじゃない？多分、元清水の10番やろ。へぇー。あ、それは清水のサポーター湧いてるな。うん。と思うで。一回鹿島行って。なるほどね。まあじゃあ、樋口も、一旦は出てしまいましたけれども、まあちょっといろいろ、経験して、また鳥栖に戻ってきてほしいというところですね。大畑はあれかな、海外かな、次は。ああ、大畑は海外志向あるんやっけ。いや、知らん。知らんけど、若いし。あ、なるほどね。いや、もう代表とか入って、トス帰ってきてくれたら最高やけどな。いや、ほんま、ちょっと、結構左サイドバック、やんや言われてるやん、代表。うん。そこ行ってほしいな。ちょっと。いや、行ってほしいな。うん。しかもな、浦和
ていうところで、まあ、正直去年の戦い見てても今年は本気で優勝を狙いに行くような多分チームだと思いますし、 ACL も出るっていうところで結構ね超ビッグな移籍やと思うんで、頑張ってほしいですね、大畑選手。まずはねスタメン争いっていうところで、うん、頑張ってほしいね。まあ、あとは松本選手はあれだったっけ、昨シーズンにデビューしたんやんな J1 に。デビューっていうか大卒1年目やろ、昨シーズン加入が。ああ、そうかそうかそうか、うん、で出場して勝利して涙したっていうのね、話してくれてた選手ですよね。そう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 、まあ、津江県金沢ということで、まさかの豊田選手と同じチーム、はい、これまたちょっと期限付きですし、成長してまた鳥栖に帰ってきてほしいですね。うん、ちょっとヘディング教えてもらってきてで帰ってきてなんかセットプレーで得点量産みたいな、どう？うん、え、センターバックの選手じゃなかったっけ、うん、だからセットプレーだけ。あ、なるほどな、うん。あ、ね、あとは、まあ、内田優斗選手はね、まあ、ちょっとね、あんまり金ミョンヒサッカーにはちょっと馴染めてなかったのかなっていう勝手な僕のイメージですけど、まあ、ちょっと出がれた仙台へというところと、まあ、ちょっと噂ずっとありました小山選手ですね、ダレイソルというところで、まあ、いろいろ出ましたけれども、はい、まあね、とはいえまあ、新加入選手もいろいろいますから、まだまだね、シーズンオフ長いですけど、キャンプインとか、鳥栖の今年のスタート、いつからとかあるんですか？え、そんなん、まだ知らんわ。普通に。まあでも、新体制の発表とかでも、うん、うん。そろそろ。なあ、もうそろそろ終わるかな、もしかして。まあ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 、もう言うてでもな、2月の中旬スタートやったらキャンプとか始まるやろうし、改めて今シーズン目標とかどうすか？目標、うん、難しいなあ。まあ、監督がね新体制発表の会見とかでどう言うかっていうのも聞いてからかもしれないですけど、そうそうそう、うん、どうなんやろな。いや去年7位やんな、その辺やろ、うん、それでじゃあ一桁でっていうのもあれやんな、去年達成してること言うチームあんまりないよな多分まあ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 確かにな。ただでもさ、やっぱこの選手の抜き方とかさ、監督交代とかってもう一回一桁いけたら十分やと思うんやけどな。いや十分やろ、あんまないでこんだけ主力抜けるのって。ただねちょっと懸念はやっぱレンタルの選手が多いんでね、うん、じゃあ何この今年積み上げて来年もう一個上にっていうのが可能なのかどうかっていう不安はありますけどね。まあなあ、確かに獲得の選手も結構期限付きが多くてね、まあ、ちょっとステップアップしてレンタル元に変えるとか世界に羽ばたくとかっていう選手が多そうなイメージがあるんで、そう、まあ、難しいですよね、その判断が、ね、そうなると今年もしじゃあまた7位で終わってじゃあ次 ACL って言いたいけどまた選手抜けてからまた同じみたいなな、るほどな。まあでも、ね、まあ、なんかちょっと大卒選手とか、うん、ユース選手とかもいるんでその辺が持ってきてくれればもっといいかもね。確かにね、うん、確かに、まあ、今年大卒もねいっぱい入るっていうところで、いや本当に今シーズンの開幕スタメン楽しみですね、逆にほんま。いや去年 もう全然わからなかったけど正直、うん、
今年もやっぱ分からんな。まあ、キャンプでね、いろいろちょいちょい情報がね、多分出ると思いますけど、フォーメーションとか。うん。はいはいはい。去年もだって、その J2 から来た選手とかあんま分からんからさ。まあな。山下とか、しかもその。いいのとか。うん。山下とかも、なんか J2 でもう2桁取ってますとかじゃなかったやん。ああ、そうやったっけ？うん、そうそうそう。だから、その J1 の挑戦で10ゴール10アシストの目標はだいぶ大きく出たなって思ってたんやけど。まあまあ、でも、9点取ってね、FC 東京に次、挑戦するわけですから。え、名古屋やったっけ、うん、FC 東京か。FC 東京。FC 東京な。まあね、来シーズンの新しい顔ぶれの選手たちもまたちょっと頑張ってほしいですね。そうですね。あと何か新年言っておきたいことありますか、サポーターの皆さんに。いや、新年言っておきたいというか、この一番のバッドニュース触れへんのこれ。え、何一番のバッドニュースって。それ監督問題でしょ。いや、そこちょっとどうなんやろ、あんま触れん方がええかなと俺は思ったけど。いやいやいや、そりゃもう触れん方が逆にそれなんかもうあかんよ。あ、そうか、うん、まあね、なかなか報告書、まあどこまで正確なのかちょっとわからないですけど、ネットの記事がね、まあ結構ね、そのどうですか、なかなか言いづらいですけど僕は。いやいや、ここまでね、僕たちあんまり結果が出てないもんで、ね、そんな何も言ってこなかったじゃないですか。うん、まあ、ただやっぱサポーター的には信じてたし、監督のこと、うん、その前のね、はいはい、足払いの件もさ、なんかでもちょっと、うん、怪我させるようなファールをした選手に対してなんかやったみたいな、うん、ある意味だから選手、その選手、ファールを受けた選手を守ろうとしてというか、うん、まあ、勝手にね、勝手にというか、まあそう解釈してる部分はあったんですよ、うん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 、だからあれだけであってくれと、うんうんうん、まあ、その上で、あの多分それを信じた上で来季も見れたらいいなってみんな言ってたけど、うん、まあ、結果がね、多分どのサポーターみんな想像以上の、まあちょっとパワハラがあったと。うん、まあね。いや、本当に残念ですよ。まあせっかくね、まあなんかいいサッカーしてね、なんか面白い魅力のあるチームやなっていうのを J リーグ全体で見てもトスって、そういうところでサッカー的にはねすごい注目されてたじゃないですか、昨シーズン、うんうん、ただまあ年の終わりになんかそういうのが発覚して、なんかちょっと残念でしたね、それでいくと。確かに、うん、しかもやっぱその良かったものがさ、もうそれその事実で上書きされてしまうやん。うん、まあね、トスのイメージって言ったらあれやけど、なんかね、あんまりサッカーのこととか詳しくない人とかやったら、え、トスってあ、そういうな事件があったチームでしょみたいなね、なんとなくのイメージで思われちゃったりとかね、うん、そうそう、よし、あのサッカーのさ、それってパワハラがあって、でもその指導者が作ったサッカーでしょみたいなさ、うん、はい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 。しかもまあもちろん金監督も悪いし、ちょっとフロントのね対応もまあ悪い感じが出てたじゃないですか。なんかちょっとね、その調査をこう本格的に
するのもちょっと遅れた感じでしたしね、なんか、うん、いやこれかなり印象悪いよね。まあ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 、サポーターの人はね、もう引き続きというか、まあ、とにかく応援することしかないと思うんですけど、うん、まあ、本当に多分金監督のことを信じてた人がほとんどだったと思うんで、とっさこはね、うんうん、もう本当に残念です。まあ怒ってしまったことはね、もう仕方ないというか、来年、今年か、今年またちょっと新たなチームで立ち上がっていくしかないというところだと思うんで、まあクラブ一体でね、この、まあ試練って言ったらあれやけど、またちょっとね、乗り越えていってもらいましょうよ。いや、本当にね、もう、今年これで、そのね、成績もガタガタってきたら、本当に、本当にやばそうやね。まあちょっと、ここ、今シーズンはそういう意味でも、ちょっといろいろ、うん、ちょっと粘らないとね。確かに粘りやな。粘りが大事かもしれない。かもしれないですね。ピッチ外の雰囲気を、ね、ピッチ内でちょっとかき消してもらうと、いや、そうやな。嫌な空気を。いや、そういう意味では、早く声出しね、応援ができるようになれば、もっとね、あの、鳥栖のあの、ホームの、あのいい雰囲気でサッカーができるのかなっていう気がするんで、うん、まあ、そこにも期待しつつ、まあ、今シーズン新生サガン鳥栖ちょっと注目していきましょうよ。はい、僕はずっと応援してますよ、当然。はい、まあ、我々ももちろん今シーズンも応援していきますんで、というところで、はい、まもなく、まあ、シーズンがスタートというところで、キャンプとかもいろいろ始まると思いますけれども、また今シーズンもサガン鳥栖2022年応援していきましょう。応援していきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。今後もサガン鳥栖ガンバ大阪を応援していきます。サポーターの皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。